こんばんは。9月13日火曜日午後10時30分を回りました。4語言語の夜、第286回、今夜もどうぞよろしくお願いします。今日は、火曜日、ですね。あちこち仕事に行ったりしましたけど、結構パソコンレッスンとか公民館とかあちこちに車を置いて歩いていくことが多いんですけれど、今日はあそこなんかな、文化の森？文化の森っていうところがあって、ちょうど、宮崎駅の東側の方に、あるんですけれど、そこに車を止めて、ブラ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 歩きながら、行ったのですけど、そこに科学技術館っていうのがあって、そこの前に、ロケットが立ってるんですね。そのロケットが、公園越しに見えるんで、木の上にロケットがポーンと立ってるんですけどね。その風景が割と好きで、で、今日は、天気も良く、青空と、まだ入道雲が上がってたんですけれど、その様子を、写真で撮りながら、ぼーっと眺めながら、パソコンレッスンに向かったんですけど、その文化の森公園で、毎週火曜日、僕がね、歩いていくと、地元の方が、グランドゴルフを行っているんですけど、今日もやってるのかなと思ったら、今日はお休みでした。結構ね、グランドゴルフ面白いですよ。たまに早く行って、時間があるときにベンチに座って、ぼーっと見てるんですけれど、あれ、結構ね、距離があって、そのグランドゴルフのゲート、ゴールですかね、そこに球を入れるんですけれど、なかなか難しいようですね。うちの親父もグランドゴルフに行ってるんですけれど、ホールインワンというのがやっぱあって、今日はホールインワンが何本出たよとか、僕に後から教えるんですけれど、僕も一回ね、その高齢者のスポーツの取材でグランドゴルフ大会の様子を取材したんですけれど、意外とね、面白いですね。昔やってたゲートボールよりもグランドゴルフの方が面白くて、もうほとんど老人クラブの方はゲートボールをやめてグランドゴルフやってますね。逆にゲートボールは小学校の方のクラブ活動とかで行われてますね。僕も小学校の頃、教員の頃、子供と一緒に、ゲートボールをやってましたけど、やはりグランドゴルフの方が楽しいですね。僕も仲間に入ってやってみたいなと思ったんですけど、あんたはダメだよ。65歳以上だからって言われたんで、できなかったんですけどね。あれ、年代別の大会があってもいいのかなと思うんですよね。だけど、いつも練習をやっている年配の方には勝てないと思うんだけれど、ね、年代別グランドゴルフ選手権大会っていうのもね、選手権大会というか、大会かなんかがあるとね、結構、県民スポーツとして面白いのかなと思うんですよね。青島の子供の国に今、県かな？市かな？予算を出して、パークゴルフ場、を作ってるんですね。まあ、パークゴルフでもいいんですけどね。そういった県民挙げて、グランドゴルフ、パークゴルフをやるというのもいいのかな。毎年11月、もうすぐですね。ゴルフマンスといって、11月のダンロップフェニックストーナメントがあるので、その11月をね、ゴルフの月ということで、観光業界挙げて、宣伝してます。10月が、野球なんですね。プロ野球。何年ぐらい前かな？もう7年目、8年目になると思うんですけど、去年はちょっと行けなかったんですけど、フェニックスリーグ、2軍ファームの、教育リーグが、昔は黒潮リーグって言って、高知の方であったのが、全部こっちにやってきて、フェニックスリーグという名前で行われています。で、今年は、フェニックスリーグの前の日曜日に、ファーム選手権があるんですね。
それ、取材に行きたいなというふうに思っているんですけれど、ファーム選手権の終わった後に、2週間、3週間ですかね。2週間か。フェニックスリーグがあって、次のプロ野球を背負っていく若い選手たちのね、練習の様子、試合形式であるんですけれど、結構面白いですね。去年が行けなかったので、今年はきちっと取材に行ってみたいなと思っているところです。これからね、スポーツの秋ということで、いろんな大会とかイベントがあるんでね、今日はなんか宮崎県が面白い発表をしてました。ここ8年ぐらい財政が厳しく、またその場所がなかったもんですから、県職員の運動会がなかったんですね。で、今度の河野知事が割と、職員と寄り添って仕事をしていきたいっていうスタンスで、前の知事とは、だいぶ方向性が違うんですね。その中で、職員とのスキンシップというか、交流を図るために、県職員運動会っていうのを11月の20日ですかね、日曜日、臨海公園で行いますって今日発表してましたけれど、いいんじゃないですかね。ね、運動会。その運動会に僕ら県民も参加できれば、嬉しいんですけどね。なんか、見に行こうかなっていうふうに。昔ね、うちの親父が銀行員の頃は、結構、大きな銀行だったので、運動会がありましたね。全県下の銀行の行員さんを集めて、県の体育館とか、県の、昔の古い県営球場を貸し切って運動会やってましたね。割とうちの親父は足が速かったので、賞品をいっぱいもらってきてましたね。だからああいった、企業規模とか自治体規模での運動会っていうのはほとんど行われてませんよね。これで県職員の運動会が復活するということで、ね、そこに他の企業さんも、じゃあ、うちらも独自に運動会しようとかね。水害や、ああ、今ダメか、問題があるか。都とか、どこだ？結構大きな会社が何社かありますけどね。そこも職員の親睦を図って運動会をやるのもいいんじゃないのかな、という気はするんですけどね。ぜひ、県職員運動会には、県民代表として、県民の方も参加できるような種目があると、楽しいなと思いますので、河野知事、ご検討よろしくお願いします。はい。ということで、今日はですね、あまりちょっとお話をしなかった、最近ちょっとお話をしなかったんですけど、スマートフォン、僕の今使ってるインフォバのお話、スマートフォンのお話をちょこっとしたいと思うんですけど、最近ね、ちょっと調子がおかしいんですね。最近というか、ちょっと以前からおかしいことに気がついたんですよ。何かというと、SD カード、マイクロ SD カードの問題だろうということが分かってきたんですね。ただ、この前紹介した法医系の電力消耗の問題に関しては、まだ原因が分かってませんけど、何がおかしいかというと、ギャラリーというアプリがあって、これは SD カード内の写真を表示する、または管理するソフトなんですけれど、それがね、頻繁に強制終了を繰り返すんですね。だから、写真の読み込みが非常に悪くて、何度も強制終了とか、ループして、またトップの画面にコロ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 変わっちゃうんですね。ただ、このギャラリーというソフト以外、アプリ以外に、ピクチャーというアプリがあるんですよ。このフォトというアプリと、ピクチャーというアプリ、何が違うのか、とあまりわかりませんけれど、他にもですね、メディアコン、
メディアコンテンツ？あ、コンテンツマネージャーというのがあって、複数のアプリで写真など、いろんなメディアを管理できるんですけど、このフォトではなくて、ピクチャーというアプリを、使ったらですね、こういう表示が出ました。これピクチャー、あら、また固まったかな？あ、これね。ピクチャーとフォトって若干違うんですけど、下の方にはメッセージが、あ、今消えましたけれど、マイクロ SD カードの、データの読み込みに時間がかかってます。今しばらくお待ちくださいみたいな表示が出るんですね。あ、なるほど。やっぱり SD カードのトラブルなんだなということで、わかりました。今日も、ドライブレコーダー代わりに、このインフォバーのビデオカメラの機能を使って、車から、撮影したんですけれど、やはりビデオカメラを使っても途中で映像が止まったり、フリーズするという現象が起きたんですね。やはり外部メディアのマイクロ SD カードにちょっと問題があるんだろうということで、一旦、SD カードを初期化して、あ、データをパソコンに一回移して、SD カードを初期化して、もう一回データを SD カードに入れ直しました。で、余計な写真なんかは一応パソコンの方に保存したんですけど、今のところ特に問題ないんですけど、結構ね、このインフォバ A01 はマイクロ SD カードに関しては結構シビアですね。一個原因があるんですよ。僕の使っているマイクロ SD カードが、インフォバ A01 が推奨している、メーカーのものではないんですね。なる安いメーカーのやつを使っている。まあ、台湾製では、台湾製なのかな？会社名は、あ、また画面が OK か。ちょっと、FPS 転送速度が遅くなってるんですけど、あ、いいか。一応メーカー名は、グリーンハウスっていうところを使ってるんですけど、結構安いんですよね、グリーンハウスが。32GB のクラス4のやつ。安いと言っても6000円ぐらいだったんで、6980円、6キュッパだったんですけどね。それは、前の IS04 でも使ってました。04の頃は、推奨メーカーもあったんですけど、そのグリーンハウスのマイクロ SD カードを使っても、何の問題もなかったんですね。写真も動画も撮れて、スムーズに再生もできてましたんで、特に問題なかったんですけど、何回か、修理とか新品交換した中で、ちょっと SD カードの方の、動画に、ノイズが発生するということが起きたんですけど、写真に関しては全く問題なく、推奨メーカー以外の 32GB の SD カードも、あ、マイクロ SD カードも使えたんですけれど、こと、このシャープのインフォバ A01 に関しては、本当推奨メーカー以外は保証はしないということで、結構シビアですね。今ホームページは確認してませんけど、多分グリーンハウスの安いやつは、これは推奨メーカーではないかと思うんで、付属の 2GB の SD カードに切り替えようかなと思ってるんですけど、結構いっぱいデータが入ってるんでね、一回一回パソコンに移すのも面倒かなと思って、今のところまだこの 32GB のマイクロ SD カードを使っているとこです。まあ、結構ね、写真とか動画なんか撮るんで、ヘビーに使ってるんでね、SD カードもお金が入ったらいいやつに切り替えた方がいいのかなと思ってます。それ以外は、さっき言った、方位系電力消耗に関して、これ、方位系の電力消耗というよりも、表示上のバグだと思うんですよね。
実際これ消費電力見てみると、やはりこの方位系が77%というふうにして光って見えませんね。一番上に、出ているんですけれど、やはり実際方位系でこんなにいっぱい電池が消耗してるわけではなく、表示上の問題だけだと思うんですけどね。これ一旦、なんだ、再起動とか、あと設定で実行中のアプリケーションの終了とか行ったり、また再度充電を行うと、この方位系の電池消耗の表示が消えるんでね、バグではないかなと思ってますんで、まあ、修理に持っていくほどの大きな不具合ではないと思います。このバッテリーも15、6時間、まあ、日中は結構持ってますんで、そんなに電池が早く消耗するっていうことも、そんなにない、そんなに感じませんね。で、今日ですかね、時間があったので、仕事の帰り、ブラブラとあちこち電気店を回ったんですけど、au の、Windows Phone IS12T ですか、見に行ったんですけど、結構サクサクに動いてました。いいなと思ったんですけど、若干その Windows の、ハブっていうかね、いろんなまとめ方っていうのにちょっと抵抗があるのかな。People とかいうのがあって、People の中には、すべて、電話帳とか、Twitter とか、いろんなものがまとめられている。まあ、人間という People っていうテーマで分類するという方法は面白いなと思ってるんですけど、まあ、日頃 Android を使ってると、ちょっと抵抗があるなと思ったんですけど、端末の大きさとかは、画面の大きさがインフォバーと同じ3.7インチなので、大きさも同じぐらいの大きさかなということで、重さもそう重くなかったですね。それに比べて、新しいレグザフォン IS11T も触ってきましたけど、スライドキーボードがついてたので、結構幅があって重いですね。で、メーラー見たんですけど、あちゃーっと、相変わらずアプリックス製の、メーラーが入っておりました。ソニーエリクソンの、エクスペリアアクロか。アクロが、9月の下旬に、やっと EasyWeb のメールに対応するということで、話によると、その9月の下旬をめどにして、ちょっとバラバラだった、メーラーを、統一する。ドコモの SP モードのように、同じメーラーに統一しましょうというお話が以前聞いたんですけどね。だからカシオの、カシオの 11CA か、G's1 その携帯のメーラーもアプリックス製でした。やっぱそういったアプリックス製のメーラーを排除して統一するということなんですけど、インフォバーも変わるのかなと思ったりするんですね。逆にシャープのメーラーはそんなに違和感もなく結構使えてるんで、もしかするとシャープが採用しているメーラーに統一されるのかなと思うんですけど、イーダシリーズは別で独自路線を行くのかわかりませんけどね。9月下旬のソニーエリクソンのエクスペリアアクロの Easy メール対応と同時に変わりますということなんで、今後の動向を見ていきたいなというふうに思っております。まあ、秋冬モデルの情報あまり入ってこないんですけど、今月でした、発売予定のパンテックのスマートフォンが、なんか塗装の不良があって、まあ、発売延期中止になってますけどね。IS11PT いいですかね。それ以外、そういうな、このスマートフォンは、という情報というのは、そんなに入ってきませんね。
で、10月19日？ 10 月ぐらいに新製品発表会があるのかな？ちょっとわかりませんけれど、夏モデルは結構ね、早い段階から、噂が上がってきたんですけど、秋冬モデル、どんなものが出るのか、京セラから出ますっていうのお話とかね、いうことは聞いてますけどね、またあちこち情報を仕入れたいなと思ってます。で、今、ハマってるアプリ、ハマってるっていうか、この前も紹介しました、メモを取り込めるっていうショットノートで、結構メモを書いて取り込んで遊んでいるんですけど、キャミアップという、ショットノートは、これキングジムから出てます。で、キャミアップっていうのが、国用 S&T から出てますけど、まだこのキャミアップの、Android アプリが、公開されてません。まあ、早くね、キャミアップでも試してみたいなと思ってるんですけれど、ちょっとまだですね。ただ、これ、ショットノートを使って分かったんですけど、まあ、メモを書いていくのはいいんですね。で、あれ、固まった。書いていって、それを、カメラで撮影、するんですけれど、紙のね、端がね、これ、結構、めくれちゃうんですよ。パカンと。だから、形がね、ちょっと変形変わってくるので、なかなか撮影しにくいんですね。今これ紙が揃ってるからいいでしょ。でも変えていくと、この一枚の端がペランってなっちゃうんですね。それで撮影すると、ちょっと歪んだ形になっちゃうんで、うまくね、撮影ができないっていうのがあるんでね。ちょっとそこをなんか工夫したいなっていうふうに思っているとこです。まあ結構面白いアプリなのでね。結構メモなんかも取ることも多いので、使い倒してみたいなというふうに思ってます。あとその他最近導入したアプリって、ショットノートぐらいかな。あとは、あちこち、もう、YouTube の動画でもご紹介したやつ、ほとんどで。また、面白いアプリがあったら、ご紹介してみたいと思います。よいしょ。ですんで、まあ、あと1年半は、このインフォバー、まあ、いつも2年縛りですけど、2年後に、どのような機種が出るのかわかりませんけどね、当分はインフォバー A01 を、使い倒していきたいと思います。まあ、大きな不具合が発生しないっていうところ、やはりメーカー様々っていうか、メーカーによってだいぶ違いますね。やはりシャープとかソニー、エリクソンとか、国内メーカーではね、まあ、東芝も良かったんですけど、ちょっともレグザフォンでちょっと参りましたんでね。スマートフォン、これからスマートフォンを購入しようかなと思ってらっしゃる方、もう数年後には、3G 回線、携帯の回線がパンクするという状況で、重量性に料金体系を、変えないといけないとかね、いろんな動きがこれから出てくると思うんで、今買って、今どんどん使って使い倒すっていうのも、方法かなと思います。逆に数年後経って重量性とか新しい料金体制になって購入するのも、方法かなと思うんですけれど、電波を圧迫するような SLG 回線じゃなくて Wi-Fi、WiMAX とかね、そういった、Wi-Fi 対応になってくると、また状況は変わってくるかと思うんですよね。だから僕は今、家では、ほとんど Wi-Fi、無線 LAN を使ってます。なんか電波の使い分けをすると、電波の融通が効くのかなって気はするんですけどね。まあ、スマートフォン自体が、携帯電話よりも小型の
パソコンだということですからね。ちょっと、そこの電波状況が今後どうなるのか。今新しい周波数の割り当てが行われているんですけど、その新しい周波数の割り当てによって、増えるのか減るのか。まあ、利用者が増えれば、まあ、減っていくと思うんですけどね。そのあたりも、様子を見ていかないといけないかなと思います。はい。ということで、今日はインフォバ、スマートフォンについてお話をしてみました。またね、YouTube の方に別途アプリ紹介の動画なんかをまたアップしていきたいと思いますんで、もしよろしかったら、その動画もどうぞご覧ください。はい。ということで、今夜の4、5分後の夜、まあ今日も一方的にお話をしましたけどね。まあ、こっちの方がゆっくりお話ができるのかな。ニコ生でもやりたいんですけど、ちょっとコメントが怖いなと思ってますんで、ここでのんびりと一人でお話をする方が僕には合ってるのかなと思ってます。はい。ということで、今夜の4語頻語なよ第286回、放送をこの付近で終わります。また明日もお時間がございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。じゃ、失礼します。